チャオ、あーちゃんです。今日ちょっとね、もう大掛かりなお買い物、まあ大掛かりっていうのも大げさやけどもね、はい、ちょっといろいろお買い物してきました。で、買ってきたものを紹介したいと思います。まず冷蔵庫入れるもの、エバーグリーンで買ってきた横輪って言って、マグロの子供、まあ30、40センチぐらいかな、40、45ぐらいあるんだけどね、これ1匹買ってきました。これちょっとさばきます。で、その足元ね、買ってきたものだらけで、エバグリーンをね、買ってきたもの、皮なしマジウマウインナー、赤いウインナーがまずいって言い出して、慣れてきて、だから皮なし買いました。で、鶏もも、700g と、鶏もも 508g、2パックと、豚こま切れ、ハム、たらこ、タイムサービスのちりめんじゃこ、ベーコン、それと牛肉、牛肉がね、これ 308g で、300g、タイムセールで、ね、100g95円、安かった。タイムセールでうまくて豚肉より安いね。これちょっとね、冷蔵庫に入れておきます。で、実はもう一つ、こっちがエヴァイトのやつのミルク、さっき、柏で出たと、ミルクに納豆に、こちら餃子の皮、チーズ、ちくわ、ベーコンブロック、プレート、速攻冷凍します。シュッ。で、鮭の白子とミンチ、で、ちっちゃいスイカ半分、 30%、 250円の 30%、 これあっちゃんのご褒美です。子供食べへんからね。とりあえずこんだけ先ね、冷蔵庫入れときます。裏の冷蔵庫入れておきましょう。裏入れてね、順番分からなくて忘れちゃうんだよね。この辺、この辺まで入れておこう。ちょっと待ってね。ちょっとね、精米中でうるさくてごめんね。久々にカルディ行ってきて買ってきて、カルディでね、キノコの部位を見つけたから2本買ってきた。もうね、ネットでラインアウトしてるから、どうしようか思ったよ。それとね、魚のためのハーブとお肉のためのハーブミックス、久々に買ったトリュフオリーブオイルと、はい、終わった。ブラックペッパーのホールもないんでね、これ。ちょっと面白いの見つけたかったのがね、トリュフドレッシング&ソース、野菜サラダに、白身の魚に、ステーキ、パスタソースに最適です。何でも使えないけどね。世界三大珍味の一つ、トリュフを使用した香り高いドレッシングです。こんなことなかったよ。これね、値段言わなあかんな。行こうか。ね、これヤワダイヤイソゴロ、カタカナで分からんやん、もう全然。修善寺トリュフソース375円、これ。修善寺って書いてある。修善寺醤油株式会社だけど、これ375円、トリュフ風味はちょっと面白さが買ってきたね。で、トリュフブイヨンが398円。これね、日本。で、ハーブミックスが185円やね、お魚のやつね。で、ブラックペッパーが、50g のブラックペッパーが、どれだ、わからんよ。スパイスファクトリー、これやな、248円。で、オイルが778円、トリュフオイルね。で、トリュフソルト。
これかな、プレットフーズジャパン、プレットフーズジャパン、これがね429円でヒマラヤのピンク岩塩にトリュフが入ってね、トリュフ、前の海塩やっていつも使ってるやつね、これはね山塩なん、ちょっと面白そうやから買ってみた、うん、これと、ね七味、おいしい七味、ヒカルが七味好きやから、これ399円やけど、ちょっと美味しい七味を買ってみてみた。普通いつも安い100円ぐらいのね、卓上七味やねんけども、これどうかなって喜ぶかなと思って、味が違うかちょっと試しに買ってきました。とりあえずこんだけ、カルディで買ってきたものです。ちょっとこの辺置いときましょう。で、これは引き続きエバーグリーンのお野菜。ごぼう138円やねんけども、3つで390円って書いてある。これと、このアスパラと、で、ね、ブロッコリー。この中の好きな3点、他にもいっぱいあってんじゃん、玉ねぎ3個とか、生姜とか、みょうがとかあってんけどね。これ、チョイスだ。これ、きゅうりが2本で88円。で、ロッコリの、すだちこれ100円、これ3袋買った。すだち大好きやからね、これから一回使うんで冷凍もできるんで買った。それと霜降り平たけで、しいたけ、まいたけ、ピーマン、レタス、人参、リンゴ、じゃがいも、そんな感じ、もう店でもいいでしょ、はい、そんな感じに買いました。これお野菜、うん、これだけちょっと冷蔵庫先に入れとこう。キュウリとね、アスパラとかの冷蔵庫で傷んじゃうからね。どこだよ、水ナス2個で150円やって、水ナス水ナス美味しいからね、いろいろ置いとこう。で、あとね、いろいろ重たいもん、油、米油、うん、グラノーラ、この前買ってきた豆、これ美味しかった、もうなくなってん、大好評やってん、子供に。で、唐揚げのね、塩味の唐揚げと、柚子胡椒の唐揚げの素と、で、フライドチキンの素と、で、新製品のカルピス青森りんご、これ去年も買ってんけど、美味しかったからね、今年また買いました。で、ポン酢、で、柚子胡椒、もう鍋やからね、まったけの香りのお吸い物、で、プレミアム熟カレー、濃いシチュー、ラクレット味、ラクレットチーズで、ドリアミートの2パック、あれ付きね、ジャーマンポテト、あと卵、坂本姉妹の卵と、市販のお味噌汁と買ってきたんね。とりあえずこれは冷やさんでいいもの、この辺ちょっとゴロンと置いときましょう。あと湖南でね、こんなもんキッチンペーパーとか、これよりキッチンペーパー買わないのね、ラップとかくっつかないアルミホイルとかで、コンセントね、これがね、もうね劣化してね、これ2、3年で買えなあかんから、うちのコンセント全部買えたらと思って、さあ、ね、3セット買ってみた。で、そんな感じ。あと、明るくなったでしょ、蛍光灯こう出て、もう買えたくらいから。ということで、今日のあっちゃんのお買い物紹介ざーっと紹介したけど、こんな感じです。いやー、暑い。汗かいて、もう。あ、ちょっと待ってね。はい。はい。はい。今ね、郵便局さん届けてくれたんで、もうついでに紹介しておきましょう。でん。アマゾンから来た。みりん。これね、
ね、またね詳しく紹介します。福来順の伝統製法のホミリン、これがね長期熟成、確か3年熟成ちょうだかな、なんか長期熟成されたすごいいいやつやね。国産のもち米と国産の米麹と、お米なんかだけで作られたみりんやねんて。すごいね、そのなんかシール貼んなよ書いてあるとこシール貼ったで読まねん。まあいいみりんです。はい、2700円、3000円近くするみりん買いました。それとちょっと待って、ね、もうこれはね、熱々で紹介したんでいいかなと思うんだけどね。3回目のリピです。丸大豆醤油。もうこれ最高。この醤油使ったら他の使われへん。でもまだこれの上側ね、ここのメーカー。気になってるんだけどね。はい。と、前買った、何やったっけ、なんとか醸造酢。内堀醸造の、純リンゴ酢の1リッター版買いました。それとね、スイッチのメモリが足らんからね、スイッチのメモリ128GB、前 64GB で、もう満タンになった。なんか倍のやつ買いました。これ1900円ぐらいって。醤油がね、900円、800円、900円。リンゴ酢が1000円ぐらい。そんなもんです。はい。で、今日なっちゃんのお買い物、ざっと紹介しました。汗だくになりながらのこの紹介、よかったよと思ってくれた高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。さあ、お着替えしよう。